表会に出た時にですね、ちょっとパリッと決めて出たんですけど、見てる方がですね、歌い終わった後にですね、おばちゃんがね、来て、またちょっと、なんか塗って寝ないって言うんですよ。もうちょっとその色、黒塗りすぎちゃうから、ちょっとそろそろ塗って寝らないって言うんですよね。でも塗って寝らないって言うのね、そんなもう歌謡ショーでそのステージをするわけでもないんですけど、女性の方っていうのは、すごい私すごいとこ見てるなっていうね、思いましたけども、あ、そうですか、ちょっとこう、調整してみますって言うけどね、塗ったことがないのはどんなことになるか今日は塗ってませんよ、わかりますよね。まあそんな感じで、ここにも本当ずっとですね、させていただいて、今年は、7月に来て、2回目なんですよね。私もここに来るとですね、原点回帰っていうか、私も結構いろんなところで歌わせていただくようになりましたけど、ここがやっぱスタートだったので、ここでいつもいつも歌を聴いていただいて、で、一人でやったらこう何十分ってやるでしょ。ただその間でここで喋ったりするじゃないですか。そんなんでもね、最初の頃っていうのはどうやってたと思います？セリフのようにね、書いて、覚えて、この歌の次は何行とか、これを言って、暗記してみたいな感じだったんですよ。でも今、最近はね、ちょっと横着になってしまうとね、全部言いたい方で言ってますけどね、そんな感じで進めさせていただきたいと思います。さあ、それではですね、次に行きたいと思いますが、先ほどね、北島さんって言ったんですけどね、北島さんに関連があるというのは山本譲二さん。私もこの歌をですね、人前に披露するのは今日が初めてです。皆さんよくご存知の道の一人旅ですね、ちょっと気合い入れて歌ってみようと思いますんでね、皆さんよかったですね、口ずすめる方は歌ってみようと思いますんで、ちょっと練習が足りてるかわかんないけど、ちょっと自信ないけど頑張ります。道の一人旅に来てください。お前が最後の思い。
一緒に。